顎が痛い。お、アインさんが出てきましたよ。アインさんが、今向こうどんな感じ。川越川越よっぴゃばいけんじゃねえや。いいですよ。じゃあ名前なんだっけ。ピアさんだった、ずっとピニさんつってたわ。いや、ピニさんのばいけんと、あいんかい。あ、じゃあさ、B は兄弟の組み合わせ書いといてよ。さあ行きましょう、あいんかいに対するピアばいけん。さあ、開幕マイケルに対してさあ、初代カウンターヒットを奪って一気に画面足に持っていくのはアインカイ。そしてタッチャーに対してオーレンをしっかり合わせていく。さあ、サクラをかっこよくたたす、スタンエッジを回避しつつダメージを与える。この枠、これ3回目だよね。この枠 3枠目だよね。ガーキャンからスタンエッジを打っていくが、足払い、ここは無理をせずジャンプキャンセルをしている。そしてダッシュ投げ、青キャンからバースト警戒、ちょっと後ろに下がって金エースから2敗。そしてコンボスラングサンズ、職業から足払い、ここはバータになっていた。シャンハイヒット PSPD、おいしそう。ペイパースラスト空中ダッシュ、お互いに相打ち。 SPSD PD からオフ攻め、マイピー、スヒアを置いてリッパーからマイピー、チャージャーからマインドルがジャンプで蹴り上げて、スタンエッジでこちらスラッシュバック、メリオセキ逃げる、さあオーレンジャンプ、ジャンプキャンセルから捉えていったアインカイ。よっこいしょ、ちょい持ってて、そして、B 筐体は今エレサージャムが 1,2,3,4,5 立て中、大暴れしてます。もう少し頑張って。そしてテレサージャムの活躍を見て SKR ジャムがここでアイン会を止めに入る。イレブンシャドウ先生お疲れ様です。行きましょう。アイン会対すれば SKR ジャム。さあ、いいから激凛、超人で距離を取る。さあ、チャージオフね。さあ、ロマキャンからコンボに行くが、ラストに対しては足払い。
BB ハイから足支配に巻き込んで FB100 歩足支配に小判が入る青キャンから助け足払いで有吉状況重有利なのは SKR ジャム爆笑に対して 2S を置いて一気に走って 2K から捕まえていくさあホチフからのガード失敗か全部取るの失敗かさあ開幕前ハイを激輪ハイジャンプ激輪で潰していくそしてジャンピークしゃがみくらいから端に追い込んで助け立ち合いリッパーから天罰を落としてフルタイクジャンハイしっかり刻んで S から押し込み失敗か足払いスタイスそして前にドロー前ハイを捕まえてバーストのガードからもう一度ダウンオイスの雷デイズ連携さあ前 P からタイクそのまま追っていったな相回抜いたっつってじゃあインサースタートボタンを押してください。今状況はどんな感じでしょうか。ミカド9人目市川11人目時間フルに使って市川は作戦会議中そして B 番 B 兄弟ではいつの間にかジャム同キャラをしていることに気づいた対する、テレサジャムに対して出てきているのがおあっと言ってる間にテレサジャムが一本取っているあ相手はマメさんのジャムか足払い固めていくダガータシパン対空でワンコンボ入れてキャッポ新章、千里で追いかけるもう一回キャッポ、キャッポ千里、二敗、エフィアパータラズいやー、キャッポが当たってピョってしまうあー、ずっとキャッポを繰り返してまたか、バーストでもジャイアンツがヒットしてテレサジャムがこれで、1、2、3、4、5、6、7立て中ですとうとうここでもうさすがに覚悟決めてあいキャラ出していかないと止められない今んとこ席に座ってるのがミカパン X テスタが出ようとしているジャムは一見コンボが適当に見えるけど実はそれがほとんどが正解だったりするコンボが多くてしかもそれがすごい減ってっていう相手もピョっていいこと尽くしですねはい、相手が決まるまで待ってる間影響対応は試合が進みました出てくるのがアキラポチョムキンので今でですね15対15、完全に並んだ状態です残り15人対15人アイン会対するアキラ保証さあ空襲車上を巻いていくさあスタンチスここでスライドヘッド歩いてバックステップを買っていくエングス
さあ将来定義とは違いますけども、かなりのキャラパワーを持っていますよ。さあ将来相打ちでダウンを奪って状況中心、まあ、AK2 敗からヒートはしっかり出て、大きい攻めは表着手をバックステップ、ニエス立ち配からレイズ連携、ガードを固めるがここはジャンハイスカショーゲン、青キャンから戻ってきて SPS P ハイ、さあデッドアングルから立ち系送らせて引っ掛けていった、アキラフォーションのキング、まずは一本選手、さあ前に出るスタイシャかわせず、しかしここはダウン、さあ前ジャンハイでクーパイクカウンターヒットからスライドヘッドを重ねていくがバックステップ、着地に立ち合い、そして足場でガスが投げ返し、ニエスヒートから置き詰め、表のジャンケイから半ブレ、前に前に出ていくが、さあここでロマキャン掴んで落として、大きい攻めは前系金バースで返すライン回、さあ高速集団となります、グリード制度はしっかりよ、しかしこの後レイズの2択が見えず、しかし足払いコンボミスが多いですね、耐えていくロマキャン、やべ腹つった、ジャンハイデコピンで返すディープバスケ、足払いまで来る、アキラボコムキンが勝利、誰かヒヨヒヨ、相手チームのサーフーからもらって、さあやっと一服、キャラが強すぎるいやな、磁石ロボットはダメでしたか、さあブレイブルーズへの会話を聞く限りテイガーさんが相当ディスられてる気がします。